さてと、泥棒にはそれなりの処罰ってものがあるよな。よし、お前、現行犯で死刑だ。そこをどけ、バカ者。ドアから離れてろ。質問するな。時間がない。くっ、どけ。なかなかどうしてやってくれる。おい、私がこいつの相手をしているうちに、お前はお前の仕事をしろ。お前に渡した資料だ。あの中に6桁の数字が書いてあるメモがあっただろう。よし、目をつぶれ。うるさい。
前が遅すぎるんだ。お前は仕事だったんだろ？じゃあこっちも仕事だ。詮索男は嫌われるぞ。私にも秘密くらいある。あそこで出会ったことも見たことも全てなかったことにした方がお互いのためだと思わないか？もちろん。言っておくが、私は未成年じゃないぞ。なんだその目は。ああ、もうだから言いたくなかったんだ。いいか、今晩の出来事は明日になったら全部忘れろ。忘れなかったら殺すぞ。今日、私はお前と会わなかった。会わなかった。会わなかった。Thank you.
京一郎さん。ち、うるさいのが来たな。京一郎、昨日は随分派手にやらかしたらしいな。ふん、本当にな。仲のいいことだ。それはこっちのセリフだ。私がその、仲良くしようとしているのに、お前がここのツケを払わないんだ。確かに依頼の書類ですので、これでお仕事は完了です。